メジャーリーガー大谷翔平選手が全国の小学校に寄贈したグローブが仙台市内の小学校にも届き、全校集会でお披露目されました。せーの。今朝、青葉区の上杉山通小学校では全校集会が開かれ、大谷翔平選手のグローブがお披露目されました。グローブは今月仙台市教育委員会に届いたもので、すべての小学校と特別支援学校、合わせて119校にそれぞれ3つずつ寄贈されました。全校集会では6年生の代表児童3人が早速グローブをはめ、キャッチボールを楽しんでいました。大谷選手から海を越えてなんですけど、大谷選手からエールをもらえた気持ちになってすごく嬉しいです。私も大谷選手のようにいつまでも挑戦努力し続けていけるような大人になりたいです。大谷選手のようなメジャーリーガーやプロ野球選手になりたいです。こちらの小学校では寄贈されたグローブは体育の授業やクラブ活動などで使うということです。